本当にこれすごい、リエリちゃんありがとうございます。あの素晴らしい振りを考えていただいて、ちょっと時間は時間なんなので後ろ向いてやってみます。今日は、WAP の、実践的な振り付け、実はこれはこの前静岡の、イベントで大阪からリエリエちゃんという、Facebook の僕のお友達が、踊りに来まして、その時わざわざ僕のために 3-8 の振り付けを作ってくださったんですよ。なので、今日はその恩返しという意味も含めて、皆さんにリエリエちゃんが作った、WAP の振り付け 3-8 を、紹介してみようと思います。リエリエちゃんはすごい嫉妬で、クーニーさん知ってますよね。そう、クーニーさんとね、一緒に今なんか全国ちょっとこうショーで回ったりしてるすごい方なので、リエリエちゃんに今日は失礼のないように頑張ってね、失礼のないように。一番失礼よ。一回ちょっと皆さん、分かりやすく画面反転します。こっちが右手です。まず右足を一歩横に出すんですけども、その時にちょっとね、胸をこう開くように、右手がこうこうですね、左手をしっかりこう伸ばして、でタッパッパーだったかな、ワンツー、でこの時に足だけあるとワンツー、手はワンって開いて巻きつけます。もう一回セーブン、エイ、ワン、ツー、そして右足だよね、右足、うん、ワン、ツーまで来たら右足が寄ってきて、両手が肩の高さに、でくるんくるん、同時じゃなくて右手左手で、今度この右手からまたこうやって手を降りてくるときに、降りるときに足が開きます。で、すごくカウントが難しいんですけども、カウントつけてやると、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、ファイブ、シックスで降りてきます。もう一回セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックスで、この降りた時ちょっと難しいんですけども、左肩がね若干前に向いてる状態で、手が降りてきたら、今度は足が4コーナーの腰で、足がこういう風に出た時に、右手でぐるんこう、肘から肘を起点に拳が上がって、こう肩甲骨、ちょっと難しいな、5、6からやらして、うん、足が閉じてる状態から、5、6、7、難しい、開いてるのにこうなんだ、そう、難しいんだよ、5、6、7、難しい、で、8で、反対いきます、1、2、ちょっと今のとこまで持ってやらして、最初からやらして、7、8、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、難しいね、足が開くときあんまり開かないね、ちょっと、あ、そうそうそう、開くときあんまり開いてる、あんまり開いてる、やりにくいね、ファイブ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、そしたら次4回同じ動きをやります。まず手だけやると、ボローっていう動き、前やりましたよね、これ同じ、肘の高さ変えないで、1回伸ばす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 、後ろからね、これだけ後ろ、こういう動きです。1回やって伸ばす、1回やって伸ばす、これで4回下がります。左足から下がっていきます、セーブ、エイ、1、2、3、4、
左足やって足伸ばす、下がって足伸ばす、さっきのカウントでやるとワンツーですね。もう一回せーの、ワンツースリーフォーファイブシックスセブンエイト、ワンツーまで。でこの時すごいリエレイちゃんにさ、あの気をつけてって言われたことがあって、ただ音に合わせてこうやってやるとかっこよくないんだって、しっかり引っ張るんだって。それがこの特徴なんだって。ワクのゆうゆうゆう、わかる？はい、ちょっとやってみて。はい、引っ張るときに腕でこうやるんじゃなくて、体全体、両半身の筋肉全部使ってグッてやらないと、なんか胸を使う、手だけだとこうなっちゃったの。それはすごく、たぶんリレーさん多分そのことだと思う。あ、そうそう、多分それを言ってると思う。手だけだじゃなくて、しっかり全身の筋肉を使ってこうグッてやらないと、うん、リレーさんが言いたいのは手だけにならないようにってことだね。手だけでこうやらないように、しっかりギュッギュッ、胸をちゃんとこう引っ張って、そう、そういうことだと思います。リリーさん、これで合ってますか？はい、では続き、方向だからもう一回いくよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイ、もう一回ワン、ツー、で、こっから最強に難しいところ、スリー、スリーで拳を折った時に右足が上げます。スリーで、手だけいきます。おー、はい、前にやりました。あと横の12を握って左手で1234で上まで行ったら、今度角度こっちに向いて567だ、ぐるっと回って巻きつける。だからちょっとこっちが降りてくるときがこう途中で巻きつけるもんね。若干ちょっとあんましっかり回せなくなっちゃうけど、こう来たらこういう感じが。僕ね、やったことないんですけども、この横のトエルやりながら足をこう寄せて出すんですよ。それが難しいんだよ。こう来てこう、こう来ていくできるかな。みーちゃん一番かっこいいと、すごいクール、クールでいい、かっこいい。いや。すごい。上に戻らないんですね。もう一回、どこからやるか。ワン、ツーからいいか。最後。4回目で、セーブン、エイ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス。シックスまで来たら、一回この隠れてる左肩が前にも出てきて、手を伸ばして、最後。このね、足をこう引っ張ってくる。で、その時に、こっちの手はどこに何もすることないと思うんだけど、今こういう、これが終わって、で、一回左肩が出て、一瞬だけドン。で、この時ちょっと手がこう、のけぞってる感じ。で、ギュッ。これで終わり。もう覚えたでしょ？一人でいけるぞ。もう一回最初からやってみれば、ゆっくり。セーブ。最初なんですよ。これ、こう。そうか。セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブ、エイ。すげえ、できた。え、今の。ここまで。そう、出にくい。なので、一回こういう、一回入った方がやりやすい。ファイブ、シックス、セブン。一回こう、俺入れるんですよ。ほんと、こんな、彼氏をバリバリのね、僕のために、3-8もこんな。で、この動きね、できるともう、ほぼ、ワックの基本的な動き全部、入ってると思うので、まあ、まだいっぱい種類があると思うんですけども、本当にこれ、すごい、リエリちゃん、ありがとうございます。素晴らしい振りを考えていただいて、
じゃあちょっと時間も時間なんで後ろ向いてやってみます。何が7 8 1 2 4 5 6 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 7 8 1
どの音にしようかな。ちょっと早いけどこれで頑張ろう。Thank you.